さんよ、ハーバンはよ、ハイエーチャンネルのハイです。ということで、今回なんですけども、なんとね、10連勝を達成して、レート1651にね、到達しました、5C コントロール使っていこうかなと思います。これとね、視聴さんから X の DM してデッキコードをね、いただきました。本当にありがとうございます。まあ、このデッキなんですけど、やっぱりね、なんてったって、湯当たり地獄ですよ。今ね、ニューディビジョン環境ね、赤炭速攻がもうブイブイ言わせてるんで、最速でね、この湯当たり地獄をぶち当てることができたら、まあ大体ね、速攻は、まあ、有利取れますし、まあ、湯当たり地獄ね、引けなかったとしても、まあ、ドンスイとかね、サイレントスパーク、オラクルジュール入ってますし、まあ、ミナクルさえ決まればですね、デッドブラッキョのスーパーストライクバックも使えるので、まあ、正直ね、そこまで速攻は苦手っていう感じはなかったですかね。まあ、唯一の不利対面は、デッキのね、提供者さんも言ってたんですけど、やっぱ闇タン、黒タンがね、まあ、結構きついんですけど、まあ、それ以外はね、有利取れるということだったんで、ぜひね、皆さんも使ってみてください。よろしければね、年内チャンネル登録者3万人目指してますんで、ぜひね、初見さんだったり、まだ未登録の方がいましたら、これを機会にね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、早速試合の方に行きましょう。エグザ！さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、サイレントスパーク、フェアリーライフ、湯当たり地獄、フェアリーミラクル、フェアリーライフでね、始まったオープニングハンドをやっていきましょう。さあ、これね、キーカードですから、湯当たり地獄は。まあ、本当にね、今、撮影してるのが、ランクマ最終日なんですけど、2月15日ですね。ビートが多い！めちゃくちゃビートが多いんだよ。これもね、ワンチャン、白タンなんじゃねえかなっていう可能性もあるじゃん。オリオティス入ってるからね、全然。で、やっぱりね、バキとか、まあ、コントロールデッキは、まあ、トリガーがちょっとさ、強くないと、赤タンとかにはね、勝てないかなっていうのがあって、まあ、踏み方次第なんだけど、まあ、全然ね、勝てるときは勝てるんだけど、あまりにも赤タンが多い。ランクマ最終日。なんで、湯当たり地獄をね、採用したね、5C 以降の提供をですね、まあ前にいただいてたんで、回してみようと。やっぱり5C 以降はさ、同じ5C 以降っていうカテゴリーでも、人によってね、めちゃくちゃ個性が分かれるんで、まあでもこれ暇直してないんで、落ちんのかいと、今落ちんのかよ。まあ、ここは2ブースト。していきましょうか。超、やっぱミナクルで爆速、マナ加速して、あ、ドラゴンズサイン入ってんだ。これは、なんかこれ、バロンあるだ、そら、ブーストするやつか。これなんか、今の白タンってそんな感じなんだね。さあ、一点パンチャーで、さあ何が来るか。さあ、フェアリーシャワー。全然いいよ。めちゃくちゃ強いよ、このシャワーは。さあ、シャワー打って、さすがにビル回収しようか。で、ドン水打って、まあ、はばき戻すか。まあ、はばきあんま戻したくないけど。さあ、これ、鬼丸ヘッドも強いね。ビルヘルムからヘッド行って、でもドラゴンズ危な！そんなことある？シャワー回収で、まあ、一旦アルで戻すか。いいや、ハバキは。ハバキの一点パンチ逆にありがとう。混ざるかもしんないから。一旦ここライフ回収して、で、次ビルヘルム。行こう。で、まあ、バロンアルで出てきたとしても、そこで、ここでバロンアルでならありがとうなんだよね。この5マナで。で、ブーストするけど、まあ、ビルヘルムで。ぶっ放すんで、正直このターン実質パスしたみたいな感じになるからね、相手も。知らんけど。さあ、バロンアルで来るか。さあ、バロンアルで来たね。さあ、ブーストして、3マナ。残り3マナで特に何もないと。さあ、1点パンチ。さあ、逆にありがとう。これリソース回復だからね。え、バイスホール。悪くないね、バイスホール。さあ、モーツァルト！モタも強えな、めちゃくちゃ。いや、そうだね。やっぱりさ、これ、ゴーシーコンとかさ、こうトップの強さね。こう、なんかいろんなさ、ピン刺しとか2枚刺しで、こういうでかいクリーチャーを引いてくるのが、快感だったりするんだよね。分かってくれるでしょうね、これ。このピン刺しとか、こういうなんか数少ないモタとかが、刺さるのがちょっと嬉しいんだよね。ナンバーナインとか、出雲とか。6マナ。展望のターンではあるけど、逆にモーツァルトが、突き刺さっていけますからね、逆に。ビルヘルム立ってる時のモツァは破壊した分だけ、マナも加速してくれるし、サザンルネッサンス。まあ、一応こいつドラゴンだから破壊されないんだけど、殴れなくはなるから、ここはモツァだね。で、アガピとかもドラゴン持ってるから、殴れなくなりますよと。これめちゃくちゃ強い。で、あとはま、デッドブラッキオとかで、
処理しながらかな。こうなったらもう 5C のターンだからね。ここまでコントロールしきったら。湯当たり地獄はそんな刺さんなかったけど、さあドラゴンズサインから、さあ7マナ使って、エブリワン。さあシールドレイユ。なるほどな。そっか、レイユか。レイユ強いな、マジで。頭おかしい、このカード。二面処理って。二点パンチでさ、ブラッキオとビルヘルム。さあ、これストライクバック発動しましょうか。いや、だけどこれ、あんまり旨味はないけど、いいか。さあ、ここはザ・デッドブラッキオ。これ、霊優です。これ、一旦生き残んのやばいよな、こいつマジで。最強なんだよな。あ、出雲強い！出雲はめちゃくちゃ強いな。13万になるから片割れリンクもできるし、強いゴッド出雲。これはさすがにゴッドだ。一旦出雲行くか。13万あればリンクできますから、サマソニアをリンクできるんで。あ、マックスも強いんだけど、とりあえずここは一旦リンクしときましょうか。で、まあ、鬼丸ヘッドで詰めていく。リンクしてヘッドでもいい。そしたら相手呪文唱えられないので、天文とかね、ドラゴンズサインが結構無に返るんで、湯当たり地獄はもうここまで来るとね、死ぬほど刺さんないんだよな。赤炭速攻の時にね、めっちゃ刺さってくれるから、湯当たり地獄は。赤炭速攻と当たりたい。こういう時に限って当たんねえんだよな。そしてバロンアルデ。まあ、湯当たり地獄も相当強いですけどね、ここで。2面取れるんで。もう1面足してくれ、なんか。さあ、バロンアルデ。バロンアルデ大活躍してるね。めちゃくちゃマナ稼いでくれるじゃん。2点パンチかな。さあ、殴ってこないと。トップがシャワーなんで、さあ、バイスホール埋めながらの、一旦リンクは確定でしましょう。おこ、こいつ強いか、ビッグディアウト。初めて出すかもしんない、この牛。無駄なことを。さあ、ビッグディアウトリンクして。まあ、マックスでもよかったけどね。ここで結構面取れるのは強いんで、絶望せよ。バロンアルデはまあ打点になってないからな、正直。で、ワンドロー、バンベートーベン強い。シャワー打って、ここで、単色、OK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 。で、湯当たり地獄で GG ですね。で、まあ、バンでも勝ちだしな、次。湯当たり地獄。何が何でも湯当たり地獄使いたいから、俺は。で、これ、さら地にして、まあ、こうなったら呪文唱えられないし、もうバンで蓋して、鬼丸ヘッドも控えてるんでね、勝ちでしょう！対戦者！対戦の方よろしくお願いしますと、さあオープニングハンドなんですけども、さあシャワーシャワーサイレントスパークサイレントスパークフェアリーミラクルでね、始まったオープニングハンドをやっていきましょう。煙獄、あ、煙獄さんね。さあフェアリーライフ、まあ、悪くはないんですが、まあ一応ミラクルをね3ターン目に打つのがもう絶対命題となってきてますね。何それ、トップギア。まあ一応悲嘆なのかな、これは。さあ湯当たり地獄がぶち刺さりますよと。で、これで、次になんか光単色、出雲とかナンバーナイン引けねえかな。トップギア。あんまなで、ここっち。さあ、こいつ何？コマンド人少なくしてスピードとかやる。なるほど。結構尖ったカード、湯当たり地獄。はい、刺さります。でもな、コースト3以下のクリーチャーなんだよな。なんで、ノコッチだか、ココッチだか、4なんだよ。さあ、フェアリーミラクルで、さあ、ここ2ブースト。まあ、次、ライフからの、湯当たり地獄が、火を吹くかなって、あれなんだけど、3マナでさ、コッコルピア。さあ、4マナで、ん？エボルドギラゴン来た！俺、このカード大好きでね、配信でこのカード活かしたデッキ使いたかったんだけど、あんまり活かせなかったんだよな。3点パンチ、さあ、オラクルジュエル強い。危なっ。危なすぎでしょ。まだ湯当たり地獄違う悲嘆なんだよな。湯当たり地獄刺さるのは6マナ1万4000トリプルブレイカー強すぎんのよ、マジで。どうなってる。これはもう一旦マナ加速して
これシャワーでデッドブラッキョとか持ってこないとさ結構きついな。さあフェアリーシャワー、さあドンスイドンスイ、ちょシャッフル機能失ってるな、あまりにもシャッフル機能失ってないか。さあ4マナ5、まあこうスピアタで結構きついか。さあ何これ、もう知らないからばからない。さあエボルメラッチ、さあ進化クリーチャー回収できず、だが殴られる、めちゃくちゃ殴られるな、殴られて、オラクルジュエル強すぎだろマジで。俺なんだよ、危ない。オラクルジュエルなかったら結構絶望の1秒前だったよマジで。トップがガチンコジョーカーなんかバグってない、俺とガチンコジョーカー大丈夫、なんか真っ黒なんだけど、暗黒ジョーカーなってるけど。さあビルヘルムで、ここはマナか、いや強いな、ビルヘルム刺さってるね。さあ葬りましょう、3枚ブーストは。で、ここであとドラゴ大王出せればいけるんじゃねえかなとは。さあ、フェアリーシャワー。でもね、相手結構ドキラゴンデッキだから、ドラゴ大王そんなに刺さってないんだけど、まあドラゴ大王ぶち込んどけばとりあえずはまあ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 なんとかなるんじゃねえかなと。まあでもシャワーでね、入ってもよかったけど、どっちも単色、どっちも多色の時もあるから、いったここはもう安全のね、ドラゴ大王でいこう。これだとなんか折り切り島みたいなやつ入ってるから、普通の悲嘆とかだとね。もうあとなんか俺のガチンコジョーカーめっちゃバグってるんだけど、これこれなんでこんなバグってんの、めちゃくちゃ真っ黒なんだけど、急にバグり始めたよ。これみんなの画面もバグってるよね、俺のガチンコジョーカー。さあビルヘルムで、ここは盤面をねパンパンに処理して、ホームってホームって。さあここは一旦ドンスイで何かしら持ってきたいけどな。さあデッドブラッキーを、まあ、悪くはないけど、まあ、面取れるからな。で、ここはエンドかな。ヘッドとか、落ちちゃってるから。そしてトップ、オブ、これミラクルなんだよな、切り札。ミラクルにしちゃってるわ。で、まあ、シャワーから入ろう。シャワーから入って、俺だってビル3連チャンとかしちゃう？もう、心へしょりに行く。ビル3連打で。で、相手そんなにトリガーとかも入ってなさそうなんで、次殴りに行きましょうかということで、大佐でした。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、フェアリーシャワー、ガチンコジョーカー、オラクルジュエル、湯当たり地獄、ザ・デッドブラッキョでね、始まったシールドレイヨなんですけど、さあ、またちょっと待ってくれよ。俺ね、今違うさ、本当はね、動画の撮影してて、めちゃくちゃさ、今日ランクマ最終日でさ、赤単と当たるから、え、じゃあこれ、夜当たり地獄のゴーシーコンめっちゃ刺さるんじゃねえかなと思ってさ、このデッキに変えたら、まさかの天文めっちゃ当たるな。これ赤単そこどこ行ったよ。これあるあるだよね。これマジでデュエプレあるあるだと思うんだよね。いや、なんか今日速攻多いから、ちょっと天文とかにするかって言った瞬間、なんかバンベートベンめっちゃ積んでるデッキとか当たるとか、いや、なんか今日速攻使いてえなと思ったら天文とめっちゃ当たるみたいなね。そんな感じなんですよ、マジで。コッコルは多面展開してきたところにさ、なんか湯当たり地獄ぶち当てたい気持ちあるんだけど、一旦ここでちょっと湯当たり地獄置くわ。でも多分コッコルは出してきたってことは、でもね、津出しなんで、まだその7マナ帯のクリーチャーとかには繋がってこないから、まだね、大丈夫かなって思ってるんだけど、どうだろうか。さ、オリオティス。いや、オリオティスとかさ、並べてきてほしいんだけどな。さ、ジャスティスプラン、さ、エメラルーダオリオティス、ちょっとなんかわかんないやつ。これガチンコジョーカーとか打ちたいけどね。さあ、オラクルジュエル、ブーストも引けないね。まあ、だけど一旦ここ、湯当たり地獄で心は取ってるのありだよね。盆水で戻したところでだし、一旦やっぱ心は処理して、出てこられると結構だるいからな、2コスト軽減は。エバーローズとかも入ってる。エバーローズか。エバーローズのその、流解前にさ、エバーローズから出てくる、なんだっけ、不滅とパーフェクト。あいつ流解されちゃうとバンが効かないから、デッドブラッキョとか。一旦弱なる地獄だね。ドンスイでさ、なんか見てもいいんだけどね。まあ、一旦ここは破壊します。破壊しますってなんだ。ロレツが回ってなさすぎる。で、ここでま、ドラゴンズサイン出されたら、もうしょうがない。ドラゴンズサインで、ヘブンズロージャーとかだったらしょうがないけどさ、オリオティスなら全然いいね。トップがバンベートーベン。バンは抱えててもいいか、とりあえず。大事だからね、この対面。さあ、ドンスイ。
ミラクルとか欲しいんだけどね。ミラクルここでこんな引けないか。じゃあここは一旦シャワー回収して、シャワー置きシャワーかな、次のトップ次第で終わるんだけど、さあ俺を手伝い戻していきましょう。でこれでデッドブラッキョをカウンター気味に出してなとも思うんだけど、結構天文ってね、流解してから殴ってくるからさ、最初にデッドブラッキョを出しておきたい感はあるんだけどさ、霊友で除去とかされちゃうんだよな。これが結構いやらしいね。やっぱ天文というデッキ。さあ、ガチンコジョーカー。もうでもそんだけハンドあったらね、ガチンコジョーカー意味ないからな。さあ、フェアリーシャワーでマナを加速しながらリソースを回復していきましょう。さあ、一旦ドラゴ大王単色は抱えておきたいんでね。大王あんま刺さんないっていうのかな。天文、エンジェルコマンドドラゴンって何よ、もう。エンジェルコマンドでとどまっててくれ。もうドラゴ大王さん、涙目ですよ。ヘブンズロージャー来そう。ヘブンズロージア、カラン、カンコンカンコンで、またブロッカー踏み倒されてって感じなんだよな。これ結構やばいんだよ。だけど一応デッドブラッキョは間に合うにしてもだね。結構きつい戦いが、強いられるよさ、暖かく。あ、なんだこれ。はい、バルハラグランデ2枚。ゲームに負けませんと。あ、でもこいつのフリーズ効果がうざいんで。いや、ミラクル打って、バンだね。ミラクルバン。ミラクルでバン打ったら勝ちなんじゃねえかなっていう話ですね。だけど、何が裏目って、さっきも言ったけど、エバーローズ。エバーローズだったらジョーカーだったんだけど、まあ、結局さ、ジョーカー打っても運ゲーなわけやん。で、これで流解されるんで、まあ、バンが間に合わなかったっていう話になる。じゃあ、こっから切り替えてビルヘルムをトップしてこようぜ。殴ってはまだ来ないと思う。でも殴ってきてくれたらありがとうまではないんだけど、次殴ってくるって言ってるからな。ビルが欲しいな、マジで。ビル！シャワーだ。それはシャワーって言うんだよ。シャワーって言うんだよ。本当だよって。あ、一旦でもこれシャワー、ドラゴ大王も刺さらないからな。一旦シャワー打ってビルを見つけに行きましょう。オッケー、ビル強い。だけど、リーサルはあるんだよ、余裕で。だけど、まあ一応ね、このデッキも別に受けが弱いわけな、ではないから、受け切る。まず、オラクルジュエルで受け切ろう！いけ！定義か、それが、強いよ。ありがとうございます。拍手ですよ、これは。拍手喝采です。さあ、これはデッドブラッキオ。あんま刺さんないけど、もう出しておきます、ここ。もう、流解させないんで。流解しないでっていう。まあ解除もないけど、なんという屈辱。さあ、フェアリーライフで、ビルヘルムで、あとはこの13,500のやつ破壊して、デッドブラッキョのトンカツすれば大丈夫です。パワー9000っていうのが偉いね。バルハラグランデをトンカツできるんで、で流解ももうできなくなるんで完璧っすね。さあ、ここはもうドラゴ大王刺さらないんで置いて、さあ行きましょう。ビルヘルム、ここで2面取れたら熱いっすよ、ほんと。で、まあ、適当に破壊しておきましょう。さあ、ここで、ソッケー単色オッケーで、バイスホールにもつながる。盤石です。ディアボロスダブルゼータ。ブロッカーも置けると。で、あと、バンで勝ちです。大きく戦況を変えるビルヘルムになりましたね。ビル強いわ、このカード。で、あとは、あ、一応、霊油で2面取られて、霊油がちょっときついけど、バンが間に合うので、やっぱり。バンが強い。結局のところ。バンが間に合ってしまえば、興味相手も相当きつい。そのエバーローズもあれだしね。だ、どうなる？だいぶ考えてはいるけど、まあ、それ考えるよな。いや、バンをね、やっぱ大切に、ハンドで育ててきた甲斐があった。さあ、いや、まあ、来ると思ったよ。さあ、シールドレイユで2面を取ってくる。いや、このカード化け物だね、性能が。イカレポンチキだわ。さあ、ここは、流解しません。さあ、デッドブラッキを。さあ、まずは、バンベートーベンで蓋をします。これ、投げ合いになるんじゃない？で、エターナルオメガなんで、まあ、レイユ、
出されたとしてもそこまで関係ないと。さあ9マナでオリオティス、令和許さない。さあコッコルはそっか、ドラゴンじゃないやつらで盤面作ってみたいな感じだよね。でもエヴァーローズはまだ流解しない。さあエヴァーローズからのフメルソーパーフェクト、4体以上なんでね、誘拐はしなくていいかな。さあトップはこれミラクルなんで、さあデッドブラッキオ、これ多分不滅をパーフェクトの能力でとどまるんだよな。つまりはコッコルアを処理すればいいってこと。で言うて、まあ、誘拐されたとしてもこっちも覚醒して殴るときに破壊すればいいんで、興味もう怖くないっすね。バルハラパラディン。さあトップがビルヘルム。さあこれはもう世界を何度も救ってくれてるビルは。ナイスすぎるな。ヘッドが欲しいよね。詰めるなら。山札も結構限界ギリギリなんで、そろそろどっかで詰めたいところ。まあでも天文も実質盤でケアしてるようなもんなんでね。さあトップがシャワー打ちましょう。もう山札が少ないけども、モーツァルト強すぎでしょこのモツァは。いただきましょうモーツァルト。さあ運命で次殴ります。ダブルゼータを覚醒させて、そしたらまあ勝つでしょうっていう話にはなってきますね。さあジャスティスプラン、ジャスティスプラン打ちますけども、もうこんだけ強力なクリーチャーすごくない？ダブルディアボロスゼータ、バン、ブラッキオ、ビルヘルム、モッツァ、ゴーシーの顔が勢ぞろいよ。俺は相当きついだろうね。さあセイントローゼ、さあブロッカーを持つクリーチャーをバトルゾーン出します。さあオリオティス真面目にやってるよこっちは。一応山札に戻せるならいいんだけど、だから墓地だからね、別に山札回復しねえんだよな。さあ適当に墓地に落としといて、さあトップがライフまあ殴るときにセイントローズ破壊してかな。でもオリオティスブロックしてくる、してこない。天文とかドラゴンズサインだとしてもバンで基本的に強力なブロッカーたちは出ないので大丈夫かなと思うんですけど、ありません。さあコッコルは1枚展開のももびっくりです。さあモツァの1点パンチ。さあここで何もなければリーサルですね。はいってことで打点は足りてるところで、ビルヘルムでダイレクトアタック大打としたー。対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハントなんですけども、さオラクルジュエル、フェアリーライフ、デッドブラッキー、オラクルジュエル、フェアリーシャワーでね始まったオープニングハントをやっていきましょう。さ相手のデッキは何かなといったところなんですけど、こっちのハンドはまあ悪くはないかな。ライフ引けてるからね、本当はまあミラクル打っていきたいんだけど、来たか来たん、ここであったが100年目だぜ、アンさん。アンサンブルスターズ。俺はな、キタンをぶっ倒すために、この動画撮ってんだよ。2月15日によ。わかるか？ランクマ最終日に、キタンをぶちのめす。ただも、湯渡り地獄が欲しいね。湯渡り地獄が欲しいね。俺だって湯渡り地獄がブスターズ、キタン！はい。もうあんたはもう、地獄行きです。エスタロッサ、アウトレイジ、あんたに苦しめられてきた。同胞、マーシャルクイーン、トラマルトライジー、俺は意志ついてる。湯当たり地獄で、あんたをワンパンさせます。だけど、暇なが欲しいっすね。さすがにここ2面殴ってきてくれたら、さすがに引きそうな可能性はあるけどね。じゃあ、大勝負といこうか。これマジで、分岐点よ。さあ、加速しよう。湯当たり地獄までの、なんで？いや、引かないってことある。引出雲じゃないよ。待って、マジで言ってんの？へぇ！待ってくれよ。
火落ちて、火落ちてミラクルが成功すれば、俺はデッドブラッキョのスーパーストライクバックが発動するんで、まあ間に合う。おかしいねー。湯渡り地獄を打てたら2ブーストできてスーパーストライクバックできてたねー。だけどこの対面で湯渡り地獄マナに置くの勇気いるねー。ほらもうモタモタしてたら4コースト出てきたねー。火は、待ってマジで言ってんの、気分名はって言ってんのよ。待ってないの、リーサルだねんじゃ。よくやった。でもここでね2枚ドローできないんだよな。さすがに、さすがの俺もここで2枚ドローする勇気はない。ここはタップインザゲート。待ってここまでしてさ、うわミナクルだよ。気分名はどこなの、置くしかないじゃん。じゃあもうこれ湯渡り、え負けってこと、湯渡り置いても5色にして、以上デッドブラッキョは出るけどマグナムの能力で、待ってくれ、こんなに非文明見えないことあるの。まあその1枚がオラクルジュエルでもな、これがオラクルジュエルとかさ、アイレントスバグにかけるしかないんだよな。この1枚かけて、でもここまでまだ溜まってしまえばさ、マグナムから、マグナムの1点パンチでザゲンだ。